気持ちのほとばしりみたいなのをすぐパッて惚れちゃう一般の方が向いてるなと思って。第二の太陽っていうことをテーマにしようかなと思ったんですよ。今回のアーティストトークは風間幸子さんをお迎えしまして、ご参加されたシドニービエンナーレでのご経験などを伺いつつ、風間さんの作品世界に、触れていきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。短い時間ですけれども、なるべくいろんなお話を伺っていきたいと思っているので、存分に話してくださいね、よろしくお願いします、おそらくまあ、もう風間さんの作品あちこちで発表されているので、ご覧になったりご存知の方も多いとは思うんですけど、簡単に最初に、どういうふうにどういう作品を作ってらっしゃるかっていうところを入り口に伺っていけたらなと思うんですけれど、もう簡単に言ってしまうと、木版画、しかも白と黒だけの、色のない木版画をメインに作家活動しています。でそれはね、学生時代から作風が変わってなくって、武蔵野美術学園っていう武蔵野美術大学が母体の美術学校に5年間通ってたんですよ、でもそこはちょっと普通の大学とかとは全く全然違ってて、で版画家っていうのが最初から、もう1年生から版画家で、で1年から私は5年間いたんですけど、研究家の5年までずっと版画をやり続けててよくって、で油絵家だったらこう普通はデッサンのとか、そういう基礎のなんかそういう段階を追うんですけど、なんか割とそれもチャラチャラと 1,2 枚描いて、ですぐ版画みたいな感じで、音痴幸四郎だとか、あと藤巻義雄だとか、ああいうモダニズム系の木版画が好きだったので、それの模倣をしてたんですよ、でもなんか先生が、いや風間さんはそういう作風は合ってないんじゃないかなってことを言ってくださって、で本当に偶然なんですけども、その学校の先輩が現代美術が好きな先輩がいて、でその先輩から現代美術っていうことをがあるよっていうことを聞いたりして、でそうこうしてるうちにあれですね、何年だったかな、3年生の時にガラッともう白黒だけって決めて、じゃあそれまでいろんな版画の技法を試している中で、そうですね、だからまあ基本的にはその銅版画とリトグラフトっていうのは勉強したんですけども、最初から私も高校時代から木版画しか興味がなくって、で木版画を絶対やるんだって心に誓ってたから、だから授業としては、他の版種もやって、でも木版画も多色刷り物で勉強してたんですけど、いや本当なんかねプロセスが多くって、でもうこんなこと知るうちに自分が描いてる描きたい絵が分からなくなっちゃった。なんかそのテクニカルなプロセスでこう勢いが止まっちゃうみたいな感じですか。そうですね、私には多色釣りは向いてないし、こうなんていうかね、気持ちのほとばしりみたいなのをすぐパッて惚れちゃう、その一般の方が向いてるなと思って、もう版画の特徴としては本来複数枚複製できるっていうところがあるけれど、風間さんの場合は基本的には一点ものっていう。そうですね、実際その学生時代の時はあまりそこまで深く考えてなくって、でとにかくその自分がこう作りたい像っていうのがこう完成した時に、なんかこれでもう十分だと思ったら、もうそれ以上すります必要がないなっていうのが、その一般だけっていう動機なんですね。でも全ての工程をほぼというかお一人で、このお宅で、そうです、風間ランドで一人でやってます誰とも会わずにでも逆に言うと、今そのいろいろ分業したりとか発注したりしながら作る作家さんとか、むしろ自分は一切手をこう動かさずに作るような作品もたくさんある中で、全ての工程を画家さんとかはそうですけど、使われるっていうのはある種の自由度もあるように思うんですけど、確かに人に任せようと思えば任せられるような工程もあるんですよ、例えばトレースをしたりだとか、
あとはちょっとしたそういう拡大コピーを人に頼むとか、だそうすると効率は良くなると思うんですけれども、なんかこう自分のリズムっていうのがこうなんか崩れるっていうとあれなんですけども、やっぱりずっとこう一人でいる時間が一番集中できてて、例えばそのアシスタントの方がいると、あ、またしちゃってるから申し訳ないなとか、なんかそういうなんかいろいろなこう気遣いしなきゃいけない面とかもあったりするので、だからやっぱりこのここで一人でやるっていうのが一番自分に合ってるんですね。直感みたいのを大事にするので、なんかその直感みたいのを逃さないように、それはなんかすごくこの空間じゃなきゃできないことで、でも自分がぼーっとしてるうちになんかふっと湧いたことをなんかふわって逃さないでひゅっと捕まえてこう絵にしたりとか、あとまあ文章にしたりして残しながらどん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 素材を集めるって感じで、やっぱりその作品1点にこう1点かなり大きなものも多いですし、画面の中でいろんなことが起きている、なのでそのなんだろう、最終的にその作品に向き合うまでにどんな道のりを経て、いろんなことになんか関心があるっていうのが一番 でその関心事っていうものがどん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 こう、ね、生きてる以上増えていくじゃないですか、ただその関心事っていうのを作品にするっていうのはなんかいろいろタイミングがあって、例えば今までこう私古本が好きなので、古本で、ま、こう 見聞きっていうかこう目に飛び込んで、で、これなんだろうとか、これやばいなって思うような、なんか感触をこうどん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 蓄えてって、で今起きてることとかと、あ、これは私が今までこの知ってたこの古本で見たあれと関係があるんじゃないかっていうことがキュッとこうつながったりとか、あ、これはこういう絵にして、でこういう物語性をなんかこう自分なりに捏造して一つの絵にしたらなんか面白いものになるんじゃないかなと思ったりして、それをこの一画面に集約するっていう、しかもそれが版画だから、こう書いて消してってわけにいかないわけなので、あの今日死体も見せていただいたりできたらと思ってますけど、木版画ってこう伝統的にそのある種のこう姿勢の声をこう伝達するためにも使われたりして、草間さんの場合はその結論に向かってってないっていうか、その辺のその距離感が明らかに何かまあ社会だとか目の前に起きていることとか歴史 の背景にあることとかに対してのある種 の社会的政治的なご意見を反映されているというのは分かるけど、見てる側にすごくなんかいろんな道筋をたどる余地があるというか、作家としてこう独善的になっちゃいけないというのはやっぱ自分の中でこう守っていて、白黒っていう画面の中でじゃあいかになんかその奥行きだとかっていうのを見せるのかっていうのもちょっとテーマだったりしてます、でやっぱり今あの岡村さんがおっしゃられたそのプロパガンダ的な、あと、まあ、簡単に言ってしまうと例えばそのプロレタリアの美術だとかっていうものに対してもね、やっぱり比較されることがすごく多いんですけども、なんかそう、ああいう大衆運動だから美術の大衆運動に対してもやっぱり私もちょっとね距離を置きたいっていうようなところがあって、やっぱり大衆に見てもらうためにクオリティ落とすっていうことがやっぱりあったんですよ、プロレタリア美術でも。あんなに素敵なねモダンなこの表現をしてた人がどうしてこうやってわざと泥臭くね、ベタな、ベタな分かりやすい絵にしちゃうのかっていう、なんかそういう戦前の作家の人とかも多々見てるので、やっぱりなんていうんですかね、目標とか目的を持たせちゃいけないっていうのが一番、だからそのアートが目的でやっちゃいけないっていう、それはなんか結構強めな信念ですね、だとすると風間さんのその創作の目的は、核心部分にいきなり行っちゃうと何なんでしょうか。でも目的は持たないことが目的、そうか、作ることが目的、作ることも作るったり見せたりっていうのが何ですかね、すごく強烈に美術作家になりたいと思ったわけでもなくって、でも自然にこう作ることがなんか自分の生活になってるってことが、なんていうか仕事じゃなくっ
て人生になってるような気がしますね、うん、人生そのもののこう蓄積なわけじゃないですか、うん、作品って、うんうんはい、それをこう人に見せるってどんな感覚ですか、うん、あそれはなんかね単純に嬉しいですね、うん、すごく一番本当に作った時からなんかもう労働に近くってなんか大変なんですけども、うん、やっぱり人に見てもらってで一生懸命こう近くに寄ったり遠くに引いたりして見てもらってると、うん、その姿見てるとなんかねすごいニヤニヤしちゃいます嬉しくてじゃあ展覧会やってると会場にいちゃうタイプですか、うん、いやそんなにはいかないですけどもでもなんかその姿見てほーとか言ってるの見たあほーって言ってるでも単純に嬉しいですね、うんうんまあ、そこでどういう受け取り方をされても、うんうん、なんか届けるのが目的ではなくてっていう感じです、はい、今回その、まあ、国際展に出品される、はいうんうん、ということでそのシドニーの会場にも私も行かせていただいたんですけど、はいまあ、普段個展とか新作発表の機会とかだと、はいうんはい、その、まあ、この時このタイミングで発表するで締め切りに向けて作られて、はい、でその会場構成とかにもかなりコミットされたりして、はい、ある程度想定しているお客さんたちが見えている中で、はい、国内だと特に発表されてきていると思うんですけど、はいすねはい、なんかそのより日頃のコンテクストとかこの書いてあるものの読み込みがこう必ずしもオリジナルのソースとは違うところにもどんどん広がりかねない場所に出ていくっていうか、人の手には委ねて他のものと合わせて展示される、まあ、グループ展大小はあるとはいってもその最たるものとして国際展にすごい大きい場だったと思うんですけど作品を、まあ、選ぶ段階でも割と反省点が多くって、うん、で、そのシドニー・ビエンナーレの話をいただいたのが去年の5月で、うんでその去年の5月から、そのキュレーターのインティさんとコズミンさんとリモートで会議して、うんでまあ、テーマを、線の対応をテーマにするから、うん、それに合わせた、まあ、旧作新作とか、うんまあ、ちょっと組み合わせたものをね、うん、展示してくれないかっていう話があったんですね。で、まあ、コズミンとインティが言うにはその線の対応っていうのは、うん、対応自体がその神話的な、ね、物語をいろんなこの人種なりあと国なりでもこう共有してたりまた別々の神話があったりっていうような多様性でその中でやっぱ太陽っていう存在は、うん、必要なんだけれどもその私の中の太陽は電球だったりこの電灯だったりするわけですよだからその電灯がなければ私にとってその生活が成り立たないっていう意味で第二の太陽っていうことをテーマにしようかなと思ったんですよ、うんでも第二の太陽っていうのはもちろんその第二の太陽を灯すために電気が必要でっていうことだとやっぱり私が今までその作品にしてた原子力の問題だとかっていうそういうエネルギーの生産の現場のなんかそういうのをなんかじゃあこうつないでいこうって思ってでこの2つのパビリオン地球のおなら館と、うんパビリオン白い鏡像文殊館っていうこの2点を最初に提案したんですよ、はい、で提案っていうかねなんとなくだと本当ざっくばらんにこのああその原子力とかの問題だったりするんだったらこの2点あるけどどうみたいな感じで割とカジュアルに進めたら、うん、すぐにあいいよいいよみたいな感じ で、うん、でああなんかそのいいねって言われてあれっていいねって言われたけども実際私もうちょっといろいろと精査して自分の過去作を、うんうん、でもっと検討するべきだったんじゃないかなってちょっと思ったんですけどもなんか流れ的にもう決まっちゃってる感じだったんですよそう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 ファーストアイディア で、うん、でそれがもうすぐ OK になっちゃって、うん、で あれ2個通っちゃったなと思ってこれはむしろあれをあの2点をこの2点を引き立てるための新作を作らなきゃいけないと思って。うんこの2つを殺さないために、うん、と思って新作のこのセカンドサンアイランドっていう作品を作ろうと思ったんですよ、うん、じゃこれはシドニーに向けて、うん、そう構想して作ったそう、ね、そうこういう感じで石材を考えて、うん、でこれねシュミセンっていうインド古代インドのなんかその宇宙観をがなんかが源流の
仏教の宇宙の姿なんですよ、うん、あそれをモチーフにして、うん、私なりの趣味線なんですけど、はい、でね、まあ、一応まあこの作品の簡単な説明をすると、まあ、この山に見立てたなんかこの巨大なランプスタンドみたいなものの一番てっぺんに電球が光ってて、でこの1個たった1個の電球を光らせるためにこの島の中ではもうその電力がこう生まれてるわけです。であとこうソーラーパネルで、これパネルなの、そうソーラーパネル、亀の甲羅が、そう亀の甲羅がソーラーパネルになってて、で5月にお話しいただいてて、その後にその千の太陽っていう、まあ、テーマをもらって、でまあぼやーっと、あじゃあ第二の太陽をテーマにするときに、じゃあどういう舞台にしたらいいのかなと思って、演舞台っていうものがあって、でその演舞台っていう場所はこれがね趣味線の図なんですけど、でこれが趣味線で、まあ、一番上がその神仏の住まう場所に近い場所、うんうん、でここは 7つの山脈があって、で巨大な海の上に浮いてるんです、うん、でこの周りに4つの島があって、その4つの島の宇宙の1つが演舞台っていう名前なんですって、うん、これ面白い図だなって思って、なんかこれダンテの新曲の天井編の絵にすごく似てるし、うん、あのウェディングケーキみたいな、うんうんうん、でそれってディスリンピックにも登場するんですよ。そうです、ね、うんうん、で、あなんかその古今東西のそのなんか天上界に続くなんかそのフォルムっていうのは割となんか普遍的に共有できてるのかなと思って、うん、だったらその世界的なその展覧会にもなんか見せてなんか分かってもらえるかなと思ったりもして、うんうんうん、であこれは一番てっぺんに電球があって、でここでもうどん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 電力を作って、うん、で上に供給するっていう図がなんかもうふっと思い浮かんで、うんうん、この構図はやっぱり版木を作るまでに何パターンもこう、はい、うん、それは割となくって、まずサイズ、例えばディスリンピックだと、うん、この全体主義的なこの体制の世界、うん、統率されてる左右対称、そうそうそう秩序の世界っていうのと、うん、あとそのオリンピックっていうメディアイベントの巨大さを表現するのに、これ6メートル必要だなっていうのがまず最初に発想として浮かんで、必然として、うん、なんかサイズっていうのは割と自分の中で大切 で、うん、であと版木の大きさが 90×60 のサイズをの版木をいくつかこう組み合わせてやってるので、うん、それの比率っていうのはちょっとおのずと決まっちゃってるので、うん、このご飯を作ってこう決めたサイズで作るぞって言ってそれに向かっている時って、はい、うん、展示する状況のこととか考えてるんですか？いやー、とにかく目の前の仕事をとにかくやるだけもう本当にね、まあ、大変大変ってなんか口ばかり大変って言っててなんか嘘っぽいんだけど本当に大変だ労働ですよね、まさに労働、本当にもうなんかとにかく下絵を描き上げることも大変なんですけど、それをまた拡大コピーして、でこうボールペンでなぞって転写して、うん、でそれを彫ってっていう、それが体力を温存させなきゃいけないんですよ。結局ねするのが一番体力が必要なんです、うん、バレンですよね、そう、うん、竹川のバレンで、うん、しかも普通だったらプレス機でねするような規模の作品をこの右腕一本で刷ってるので、そのねバレンで最終的にするっていう体力を残さしながら作業しなきゃいけないっていうのがね、あこれねマラソンと一緒だなと思って、こう思って、でこうですね、でここも使うんですけど、ここにすごい力を入れて、例えばその濃くしたいところはここにこう圧入れてちょっと角度つけて吸ったりとか、あとさらに黒くしたいところはスプーンの背を使って吸ったりとか、とにかく黒いところをするのが大変なんです。で黒をするには一回こうインク乗せてで吸って、でもう一回インク上げてインク乗せて吸ってっていう繰り返しを6回以上やらなきゃいけなくて、すっごい圧が必要なんですよ。それでね丸1日かかったりしますね、一晩するのに。あとこれ飾った2点、うん、これはあれですね、日産アートアワード土曜に作った作品ということで、うん、日産アートアワードの展覧会がパビリオンで
開催されるってことであえてパビリオンをぶつけてきた大西さんの車の、ね、そうあれです、スカイラインのケンメリですね。でこっちはあれです、高速増殖炉モンジュがホワイトエレファント化しているという。でも今回 の, そのシドニーみたいにその、まあ、全然違う場所に行って、はい、うん、あの普段出会わない人が、はい、こう作品を通じて風間さんの世界に触れて、うん、まあ、あのずっと会場にいたわけじゃないから、ね、直接その現場を目撃してたわけではないと思うんですけど、なんか豊かなこう効果みたいなものってありました。あの、まあ、幸いなことに、うん、あのトークに、うん、あの招かれて、うん、で 20分間の短いトークだったんですけど、うん、まあ、一応作品を解説することと、うん、あと、まあ、自分が今までどうしてこういう、ね、白黒の、ね、作品を作ってるのかっていう意味とかに関して説明ができたので、うん、あの観客の人になんかすぐになんか作品と自分の言葉があることで割とこうスッと分かっていただけたんですね、うんうん、もし私が一人で喋ってたらそのことも通じなかったし、うん、作品だけだったら、まあ、ちょっと言葉足らずなところがあったのかもしれない、うん、でもそこがなんか自分が喋ったことで観客の人がすごくさらに興味を持ってくれて、うん、でいやなんか今の話ちょっとスリリングなところがあってよくねそういう作品を作る勇気があるねっていう聞いてくれた方もいるんですよ、オーストラリアの方で、うん、でも自分ってそんななんか自分はそのスリルの仕事をしてるのかなってなんか面白いと思うとあまりこう後先考えずこう作っちゃったりしてるので、あでもなんかすごく勇気のある仕事をしてるねって褒めてくれた人もいたりして、それがなんか日本の人じゃなくってまた外国の人もなんかそういう風に思ってくれてんだっていうのがすごくね、あの嬉しかったです、うん、自信にも、ね、うん、自信になって、うん、さらにやろうみたいな思ってそしてまたランドに戻ってきて、そうですね、うん、次にまた出ていく機会を狙う、お疲れ様でした頑張りました